テキサス大学アーリントン校は、アメリカ合衆国テキサス州アーリントンに本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1895年に設置された。略称は、UT アーリントン、テキサスアーリントン及びUT。1895年にアーリントンカレッジという、陸軍士官養成学校として開校。1902年に、カーライル陸軍士官学校。1913年にアーリントントレーニングスクール、そして1916年にアーリントン陸軍士官学校と名前を変える。1917年にテキサス A&M 大学の分校として組み込まれるが、カレッジステーションキャンパスばかりに重点を置く A&M の方針から徐々に距離を置くようになる。その後1965年4月23日、正式にテキサス大学の傘下となり1967年に現在の名称となる。現在は11の学部、48の学科からなる総合大学。スポーツチーム及び学生一般の呼称としてマーベリックスあるいは省略形のマブズが用いられる。1999年、隣接都市のフォートワースにキャンパスを設置。学校カラーは青色でマスコットはブレイズと呼ばれる馬。開校当初から陸軍系の学校であった伝統は、現在も引き継がれ、陸軍予備役将校訓練課程及び、空軍予備役将校訓練課程が設置されている。工学系、看護学系の評価が高く、宇宙工学は常に全米のトップ5。コンピュータ工学、ソフトウェア工学では、全米のトップ20に顔を出すこともある。また、トクストット職員の 30% 以上が同校出身者であり、デパートメント内最大の学閥である。2016年2月、カーネギー評価でアメリカの大学の第一軍の仲間入りをする。2019年の春の時点で学生数は 43,939 となる。アーリントン大学のキャンパスに最初に建てられた校舎。本館は1895年秋に開校した。現在のカレッジホールの真向かいに位置するカレッジセンターの場所に位置していた。参照文献、英語、History of the University of Texas at Arlington、大学の歴史は、1895年9月のアーリントン大学の開校に遡る。アーリントンカレッジは、初等から、中等レベルの生徒のための私立学校として設立され、現代の1年生から10年生に相当する。当時、アーリントン市の公立学校制度は資金不足と人員不足の状態にあった。地元の商人、エドワード・エメット・ランキンは、市内の仲間の市民を組織して、資材を寄付し、現在のキャンパスがある、現在の校舎を建設するために土地を寄付をした。また、ランキンは、アーリントンの公立学校の2人の校長である、リー・モーガン・ハモンドとウィリアム・マーシャル・トリンブルに対して、アーリントンカレッジへの投資と同じ地位の保持を革新させた。最初の数年間において、75人から150人の学生がアーリントンカレッジへ入学した。公立学校は、アーリントンカレッジのキャンパスにおいて、スペースを貸し始め、1900年に、最終的には、アーリントン市に売却された。公立学校の建物は、非常に安全な状態でなくなったため、1902年に、アーリントン独立学区が設立されるまで、1901年から1902年までの期間、アーリントンカレッジのすべてのスペースが貸し出されていた。学校教育システムは改善する予定であったが、アーリントンカレッジが閉鎖され、不動産は、ジェームズ・マッコイ・カーライルに売却された。カーライル陸軍士官学校、1911、カーライルはすでにノーステキサス地域で尊敬される教育者として地位を確立し、1902年の秋にカーライル陸軍士官学校を開校した。彼のプログラムはコースワークと軍事訓練とで構成されていた。カーライル陸軍士官学校への入学者は、1905年までの間で150人までに増えた。そして、カーライルは、キャンパスの大規模な拡張を試みた。野球、サッカー、バスケットボール、及び陸上競技は、1904年から1908年の間に始まった。それと同時に、新しいバラック、陸上競技場、トラック、体育館、そして屋内プールが建設された。カーライル陸軍士官学校は、アメリカ国内での最高レベル校の一つの学校として知られるようになった。しかしながら、施設の拡大に伴い入学者数は増えず、カーライルは深刻な財政問題に直面した。学校施設の不動産ローンの訴訟は1911年に提起され、カーライル陸軍士官学校は1913年に閉鎖された。1913年の秋、ヘンリー・カービー・テイラーは、ノースウェスト州立教師大学の学長を務めた、ミズーリ州からアーリントン市へと移り、アーリントントレーニングスクールと呼ばれる、別の軍士官学校を設立した。彼はまた、学校設置者として、財政と学校施設を管理するように要求された。1914年から1915年までには、アーリントントレーニングスクールのキャンパス規模は10エカーとなり、95人の学生が在籍する学校となった。1915年、アーリントントレーニングスクールは、既存の建物を改善するための資金を調達するために、学校法人とされたが、さらに財政問題が発生し、一連の訴訟が提起された。その後、テイラーは、アーリントンを去り、学校側は、ジョン・ビード・ドソンを雇い、1916年から1917年にかけて、アーリントン陸軍士官学校と呼ばれる3番目の軍事官学校が設立された。しかし、入学者数は非常に少なく、アーリントン陸軍士官学校は1年後に閉鎖された。ノーステキサス農業大学のサイエンス学科の校舎、1941。建物は1928年に建てられ、プレストンホールとなされた。テキサス大学アーリントン校のキャンパスに現存する、最も古い建物の一つである。ンタックの士官候補生隊、1920年代20世紀に入ってから、大学施設を公立の短期大学へとみなす可能性が議論されてきた。1917年までには、カレッジステーション市に存在するテキサス農業機械大学は過密状態となり、またテキサス農業機械大学は一つのブランチキャンパス、プレーリービュー&Mキャンパスのみ所有している状態であった。弁護士であり、教育の擁護者であったヴィンセント・ウッドベリー・グラブはアーリントン市の当局者を集め、州議会に働きかけ、新しい短大を創設した。アーリントンキャンパスは、テキサス農業機械大学のブランチキャンパスとして設立され、グラブボケーショナルカレッジと呼ばれた。マイロン・L・ウィリアムズが、その短大校の初代学長に任命された。学生は、高校、または短期大学のプログラムに在籍していること、そして、すべての男子学生は、士官候補生であることが要求された。そして、その大学名は、1923年に再び、ノーステキサスアグリカルチュラルカレッジに変わった。1925年、エドワード・エベレット・デイビスは、ウィリアムズの後を継ぎ、学部長の地位を21年間維持した。デイビスは、継続的に、学生、教職員、そして、学校施設の質の向上に取り組んだ。世界恐慌により、資金が大幅に削減され、学生数が減少したため、専門技能を学ぶクラスよりも、より一般的な大学のコースが、徐々にNCAAのカリキュラムに導入された。第二次世界大戦中においては、NCAAは、戦争プログラム英語、WARプログラムに焦点を当て学生を訓練し、1943年において、131の大学へと提供された、V-12 海軍大学トレーニングプログラムへ、参加した。また、1943年に、デイビスは、1942年において、学籍係であった、アーネスト・ヘレフォードに副学部長に任命した。1946年においてデイビスが退職した、後、ヘレフォードは、NCAAの学部長に任命された。1948年、テキサス A&M システムが構成され、ヘレフォードは、NTACの初代大学学長に指名された。1949年、農業の分野がもはや大学カリキュラムの重要な部分ではなくなったという事実を反映し、大学名は、NTACから、アーリントン州立大学へと変更された。ASC を4年制度大学機関へと変える試みが始まったが、ASC がカレッジステーションのテキサス A&M キャンパスよりも大きくなる可能性があるため、テキサス A&M システムの執行部はこの考えを検討することを拒否した。1950年代のアーリントン市の成長により、ASC は大幅に拡大した。ASC の学生数は、1952年から1959年にかけ、1322人から6528人へと増加た。それに伴い、学校敷地も拡大され、多くの建物が建設された。1959年、ASC を4年制度大学機関へとする本格的な取り組みを始めるため、ジャック・ウルフが大学学長に任命された。1959年4月27日、テキサス州議会において、ASC を4年制度大学機関へとすることが承認された。1963年の秋には、ASC への入学者数は9116人に達し、カレッジステーションのテキサス A&M キャンパスの学生数を超えた。この ASC の大きな成長のため、テキサス A&M システムは、テキサス A&M システムの再編成を提案したが、テキサス A&M システムの学長である、ジェームズ・R・ラダーは、ASC を大学院プログラムのある大学へと発展させることを拒んだ。ラダーとテキサス A&M システムの取締役会は、ASC をカレッジステーションのテキサス A&M キャンパスへの威圧的な行為とみなし、ASC への建設資金を差し控え、そして学位の取得を阻止した。1967年のテキサス大学アーリントンキャンパス ASC の大学発展を阻止するというテキサス A&M システム大学統治委員会の試みに対し、ASC の職員と多くのアーリントン市民は、ジョン・コナリー知事とテキサス州議会の主要メンバーの支援を求めた。この働きにより、ASC はテキサス A&M システムを離れ、テキサス大学システム UT システムへ参加した。1965年9月1日、テキサス州内のいくつかの大学システムを再編成する計画の一環として、ASC は正式に UT システムの一部となった。1976年、UT システム内の新たなメンバーシップを反映するために、ASC は現在の大学名、テキサス州立大学アーリントン校を採用した。ASC の UT システムへの参加は、ASC つまり、ザ・ユニバーシティ・オブ・テキサス・アット・アーリントンへの影響を及ぼした。1966年、UT アーリントンには、大学院が設立され、6つの修士号の取得プログラムとともに、キャンパス内への新たな建設プロジェクトが開始された。1969年、エンジニアリング学部に最初の博士号プログラムが承認されたのは、キャンパス内の他の学部の先例となる画期的なイベントであった。キャンパスの伝統として、南軍のシンボルや、模擬奴隷売買を含む、1951年に始まった反逆テーマをめぐっての論争は1960年代後半に噴火した。フランク・ハリソン大学学長は、数年間、学生に、別のテーマを選択する機会を与えようと試み、その結果、UT システムは反政府勢力を廃止することができた。マーベリックのシンボルは、1971年の学生投票後により、UT アーリントンのシンボルとして採用された。ウェンデル・ネダーマンは、1972年から1974年まで、大学学長代行を務め、1974年から1992年まで大学学長を務めた。ネダーマンは大学学長任務期間大学の成長ともに教育向上に焦点を置いた。ネダーマンの貢献により、大学院生の学生数は936人から4200人へと増加し、大学全体の入学者数は25135人へと達した。博士課程の追加ともに、教職員の研究と出版物は、科学、工学、ビジネス、ソーシャルワーク、そして公共及び都市管理の分野が強くなった。高等教育に関するテキサス選択委員会は、1987年に UT アーリントンを新興の研究機関として認めた。UT アーリントンは、前学長のジェームス・スパニオロと、ビスタカバリのリーダーシップのもとに、入学学生数は大幅に増加し、それとともに、大学研究は急速に発展した。キャンパス敷地も拡大し、多くの建物と学生寮が建てられた。図書館 MAC アーリントンの観光庁が集中する市の中心部に位置する。大リーグのテキサスレンジャーズの本拠地、レンジャーズボールパーク、及びダラスカウボーイズの本拠地が近所にある。大学の図書館及びコンピュータ室は24時間利用可能。キャンパス警察が常に徘徊しており、治安は比較的良い。ショートホーンと呼ばれる学校新聞が毎日発行されている。アーリントンには地下鉄やバスなどの公共交通機関がないので、通学は車か徒歩になる。マブムーバーと呼ばれるバスが校内及び市内の主要な場所を巡回しているが、利用者は少ない。メインキャンパスの敷地は、約420エーカーの広さであり、アーリントンのダウンタウンの南端に位置している。その周辺には、アーリントン市の一番大きな公立図書館、シティホール、アーリントン劇場、野外コンサートなどが催される、レビットパビリオン、アーリントン美術館、教会、テキサスパシフィック鉄道、及び、その南側に位置する多くのビジネス街が見られる。バーネットシェールと呼ばれる地層は、メインキャンパス下に形成されており、2008年以来、大学は数百万ドルを、その天然ガス生産から得ている。これらの資金は、奨学金、大学教員の収集、そして、キャンパス基盤のアップグレードに使用されている。メインキャンパスの南部には、トリニティ川の支流である、ジョンソンクリークが流れている。クーパーストリートをファームトゥマーケットロード157の一部は、キャンパス内を通っており、テキサス州高速道路20及び、高速道路30へのアクセスを提供している。その北東2マイルには、AT&T スタジアム、グローブライフパーク、多くの催し物や、レスランが設けられた、テキサスライブ、シックスフラッグスオーバーテキサスと呼ばれる、テーマパーク、インターナショナルボーリングミュージアムなどがある。キャンパス内の噴水メインキャンパスは、アーリントン市内のかつての基盤目状の道路に沿って構成されている。メインキャンパス、南東へと見晴らしの良いクリークへと徐々に傾斜した地形となっている。何十年もの間の意欲的な植林とランドスケープデザイン計画への活動の結果、人々はキャンパス内の木陰で心地よい時間を過ごすことができている。メインキャンパス内の道路はキャンパス中心部で閉鎖され、歩道となっている。主な東西の歩道は、セカンドストリートモールであり、主要な南北の歩道は、アーリントンウォークである。アーリントンウォークは、北に位置する、工学研究棟から南に位置する、科学革新工学研究棟へと伸びている。キャンパス内において、1919年まで遡る、最も古い建物は、ランサムホール、プレストンホール、カレッジホールであり、これらの建物は、セカンドストリートモールに位置している。これらの第二次世界大戦前の建築物は、伝統的なものである。1960年代、70年代、そして80年代以降に建てられた建築物は、当時の多くのキャンパス建設の典型的なものであり、近代的で機能的であるが、特に注目に値するものではない。しかし、尊敬されるダラスの会社、プラット、ボックス、及びヘンダーソンによって設計された建物は例外であり、非常に心よくくつろげる、訪れるべきに値する中庭を形成している。看護棟は、その珍しい三角形をした建築物で有名である。テキサスホールは、中楼式玄関を備えた建物であり、ネダーマンホールは、大きなアトリウムを備えた建物である。メインキャンパスの大きな特徴としては、石灰岩とウターブレンドレンガの美的一貫性が挙げられる。金属パネルは1990年代後半から建設に用いられた。カレッジパークセンター周辺平面駐車場はメインキャンパスの外縁、特にメインキャンパスの南側に広く設けられている。このため学生は駐車場からクラスまでの行き来に必要以上の時間を費やすことになる。北西と北東のキャンパスのコーナーに設置された日誌立体駐車場とカレッジパーク立体駐車場は、それぞれ平面駐車場の混雑を緩和し、路上駐車を減らすということに役立っている。2000年代には、グリーンスペースと呼ばれる屋外スペースが多く、設けられた。これらのグリーンスペースとして、特に、グリーンリサーチクワッド、カレッジパークのスペース、デイビスホールのくぼんだ中庭、ブラゾスパーク、ウェストキャンパス側のデイビスストリートエリアなどが挙げられる。キャンパス内には、スピリットホースと呼ばれるユニークな青とオレンジ色のパターンのグラスファイバーで作られた馬の像が見られる。カレッジパークディストリクトと呼ばれるプロジェクトは、キャンパススペースを大幅に東側に拡張することを目的としたものである。この開発には、1億6000万ドルが費やされ、2012年に、完了した。このアリアには7000人を収容可能なアリーナ、学生寮、学生用アパート、リテールスペース、1800台収容可能な立体駐車場、ウェルカムセンター、金融機関、グリーンカレッジパークと呼ばれる約1250坪の広さの公園が含まれている。キャンパス内の居住者数は5000人を超え、24時間年中、無休の活気ある環境を作り出している。多くの学生は、アーリントンホール、カルパナチャウラホール、バンダーグリフホール、ウェストホールなどのアパートで生活している。2012年6月23日に発行された、ダラスモーニングニュースには、歌は、この数年の間で、かつてない、新たな環境の場を提供し、人々を驚かせている。と記されている。以下に示すのは、ネダーマンホール、エンジニアリングリサーチビルディング、アーリントンホール、カッパビルディング、英語、カッパ。ビルディング、テキサスホール、ジャックウルフホール、コモンズ、及びビジネスカレッジである。2007年、歌は、教育目的で、フォートワースのダウンタウンに、歴史的でありリニューアルされたサンテフェ物流ビルディングを、オープンした。当初、フォートワースキャンパスにおいて、経営学修士プログラムのみが提供されていたが、その後、大学院及び、学部レベルの複数の学位プログラムとともに、さらに多くのプログラムが提供されるように拡張された。フォートワースキャンパスには、約2322平方メートルを超える、最先端の教室、サービス、アメニティスペースが設けられている。典型的な実学重視の州立大学。テキサス大学システムの中で第2の規模を誇る。近年は拡張、整備が著しく行われ、工学系では医療機器工学科、核工学科などを新設。他大学に先駆けて、スロープや手すりの設置、2階建て以上の建物すべてにエレベーターを完備するなど、早くから、身体障害者にも優しいキャンパスの実現に取り組んでおり、1997年に当時大統領だったビル・クリントンから表彰を受けた。学校のスポーツチーム名であるマーベリックスは、近所の NBA チームのダラスマーベリックスと被るが、歌の方が先にこの名前を使用している。バスケットボール、野球、陸上競技、テニス、ゴルフが NCAA のディビジョン1に所属。特に野球は、強豪で、メジャーリーガー及び、日本のプロ野球で活躍する選手を多数、輩出している。また車椅子のバスケットボールチームは、全米大会優勝7度の強豪として知られ、パラリンピックのアメリカ代表選手を多数輩出している。1985年度のシーズンを最後にフットボールチームが廃止されている。中央図書館は20世紀の著名な建築家であるジョージ・ダールのアールデコ様式の建築物でも知られているによって設計され、キャンパスの中心に位置する中庭に面している。中央図書館とテキサスホールは中世紀のモダンなデザインの一例である。建物と屋外スペースを有効に使った設計は、ポストモダリズムを象徴する、科学&物理学の建物、マーベリックアクティビティセンター、エンジニアリングリサーチビルディング、カレッジパークセンターらの建築物に現れている。科学&物理学の建物には、テキサス州において最大かつ最も先進的なプラネタリウムが設けられている。テキサス大学アーリントン校は、カーネギー財団によって最高の研究活動の機関として分類されている。また、テキサス大学アーリントン校は多様性と革新リーダー的な機関であることにより、テキサス大学システムの中でも新米国研究機構により次世代大学と名付けられた唯一の大学である。2019年現在、テキサス大学アーリントン校には全米発明者アカデミーに属する15人の教授がいる。この教授の数はテキサス州の大学機関の中で最も多く、全米では6番目に高い数字である。歌はテキサス大学システムに属するすべての大学の中で学士号取得率をリードしている。健康科学、看護学科はテキサス州で最も多く、看護師免許を有する看護師を生み出し、その数は米国でトップ5の中に位置する。工学部はテキサス州の中で最大規模の学部であり、7000人以上の学生おり、11の学士号、14の修士号、そして9つの博士号プログラムを提供している。また、工学部にはプロフェッショナルのフェローが50人以上所属している。US ニュースワールドレポートにおいて、工学部は国内ベスト100にランクインした。ソーシャルワーク学部は、学士号、修士号、及び博士号の3つの主要な学術プログラムを提供している。BSW 及び MSSW のプログラムは、ソーシャルワーク教育評議会から認定されている。ビジネス学部は、アメリカ国内で最大かつ最も包括的な学部の一つである。ビジネス学部は、2018年の US ニュース&ワールドレポートベストにおいて、カレッジリストの472のランク付けされたプログラムのうち128をランク付けした。パートタイム MBA プログラムは、2017年の US ニュース&ワールドレポートの大学院ランキングにおいて、470のプログラムの82にランクインし、公立大学トップ50にランクインした。ビジネス学部は中国で最大のエグゼクティブ MBA プログラムの一つを含んでおり、中国への研修旅行を特徴とする米国のエグゼクティブ MBA プログラムを提供している。CEO マガジンはエグゼクティブ MBA プログラムをテキサス州において1位、全米で16位、世界で21位にランク付けした。大学に設置されたグールズビーリーダーシップアカデミーは、成績優秀な学生と著名な教授のための非常に選択的なコホートプログラムである。サイエンス学部は生物学、化学及び生化学、地球環境科学、数学、物理学、心理学の6つの学部で構成されている。サイエンス学部では50を超える学士号、修士号及び博士号プログラムを提供している。これらには学生が従来の学位プログラムよりも短期間で高度な学位を取得できる特定の学部のファストトラックプログラムが含まれている。サイエンス学部の教授には全米科学アカデミー及び全発明者アカデミーのメンバーだけでなく様々な専門組織のフェローや多数の国、州及びテキサス大学システムの教育賞の受賞者が含まれている。サイエンス学部の高エネルギー物理学グループは、セルンのラージハドロンコライダーで進行中の実験に関与しており、検出機と計算データ分析に取り組み、2012年にヒッグス粒子の発見に大きな貢献した。教育学部は2014から2015年度のテキサス州免許試験の合格率が 95% であった。教育学部の認定合格率は常にテキサス州の平均を上回っている。文科系学部はサウスウェスタンなどのユニークなプログラムを提供している。また、メキシコアメリカ研究センター及びアフリカ系アメリカ人研究センターはメキシコ系アメリカ人及びアフリカ系アメリカ人研究の補助をそれぞれ提供している。テキサス大学アーリントン校にはノーステキサス地域で唯一の認定を受けた建築、都市計画及び景観建築プログラムが設けられている。エンジニア学部と建築学部はこの地域内において最初に建築工学の学士号プログラムを設けた唯一の学部である。学際的研究プログラムは優等学位取得課程のプログラムであり、キャンパスで最も急成長しているプログラムの一つある。インツプログラムでは、学生は独自の学習プログラムを独自に構築し、BA、IS、または BSIS の学位を取得できる。学際的な研究は、35年前の歴史を有する学問分野であり、全米で13番目に人気のある専攻である。歌のインツプログラムは、テキサス州では、この種の最大のプログラムである。独自の学位プランを作る際、学生は必要なコアコンポーネントを様々な分野のコンポーネントと混合し、学生の学問的及び専門的なニーズに対応できるようになっている。優等学位取得課程は、すべての専攻分野と興味のある工学部の学生を対象とする高度で選択的、学際的なプログラムである。優等学位取得課程は、ノーステキサスでは、この種の最初のプログラムであり、テキサス州内では3番目に設けられたプログラムである。歌は10の学部で構成されている。ジローラモ・ルッセッリの1561年のニュースペインのチーズ、ヌエバ、ヒスパニアタブラノバ。歌ライブラリースペシャルコレクションからの画像。テキサス大学アーリントン校のキャンパス内には、中央図書館、建築美術図書館、科学工学図書館の3つの図書館が設立されている。中央図書館は、秋学期と春学期に24時間年中無休で利用可能である。図書館のコレクションは、テキサス、メキシコ、米北戦争、及び南西部の歴史的コレクションが含まれている。また、豊富な地図コレクションも含んでおり、5世紀にわたる西半球の地図が収められている。また、テキサス州北部と西部の100年以上の歴史を代表するコレクションであるフォートワーススターテレグラム、写真コレクションも含んでいる。すべてのコレクションの規模は3万以上のボリューム、7000リニアフィートの現行とアーカイブコレクション、5000の歴史的な地図、3.6 ミリオンのプリントとネガ写真、そして他のフォーマットの何千ものアイテムを含んでいる。歌のより希少で興味深いコレクションの中には、デジタルコレクションとして、オンラインで入手できるものもある。科学、工学、革新、研究の建物の2階からの眺め2018、会計年度のテキサス大学アーリントン校における、研究費は、105,700万ドルあり、大学の研究管理局によると、2019、会計年度の総研究費は合計で117,000万ドルであった。これは5年間で 52% 増加していることを示している。キャンパス内にはいくつかの研究機関や施設あり、以下、いくつかの注目すべき研究を含む US ニュース&ワールドレポートは、最も民族的に多様な学生からなる大学として、テキサス大学アーリントン校を全米トップ10にランク付けした。女子学生は総学生数の約 55% を占めている。留学生の出身国の上位4カ国は、インド、中国、台湾、ナイジェリアである。2016年秋の学生団体の人口統計キャンパス内には6つの学生寮があり、合計で少なくとも 5,600 人の学生を収容できる。キャンパス内にはまた、18の集合住宅と、扶養されている子供を持つ学生のための限られた数の住宅が設けられている。6つの学生寮は、アーリントンホール、カルパナチャウラホール、リップスコーンホールノース、リップスコーンホールサウス、カレッジパークのバンダーグリフホール、ウェストホールである。歌ベッドレース、2002年歌でのオゼボール、1997年、テキサス大学アーリントン校の学生社交コミュニティは、31の国内と4つの統治評議会を有する地方の組織で構成されている。学部生の5から 10% が協議会に参加することが伝統的となっている。下記に示す年はオリジナルの認可された年を示しているインターフラタニティカウンシルナショナルパンヘーニックカウンシルカレッジパンヘレニックカウンシル多文化ギリシャカウンシル歌ロゴマーク UT アーリントンカレッジパークセンター、テキサス大学アーリントン校のアスレチックチームは、大学の象徴であるマーベリックスとして知られている。この大学の象徴、マーベリックスは、1980年のダラスマーベリックスよりも前に、1971年に決定された。テキサス大学アーリントン校は、サウスランドコンファレンスのチャーターメンバーであった。テキサス大学アーリントン校は、1998年に最初に授与されて以来、サウスランドコンファレンスのコミッショナーズカップで3回優勝した。コミッショナーズカップは、すべての男性と女性のイベントを含むすべてのコンファレンスイベントの中で、最高の総合的なパフォーマンスを発揮する陸上競技プログラムに授与される。チアリーダーは、1985年のホームカミングデーのボーンファイアーにおいて、両手で、ゴーマッブのシンボルを示している。このシンボルは、テキサス大学エルパソ校のピックアップのシンボルと同じであるが、親指と薬指にいる形が、テキサス大学アーリントン校の象徴である、マーベリックスの最初のアルファベットの文字、M に類似しているため、このシンボルを、テキサス大学アーリントン校のチームを表すために、使用している。テキサス大学アーリントン校のバスケットボールチームとバレーボールチームは2012年2月1日に女子男子バスケットボールのダブルヘッダーでオープンしたカレッジパークセンターで競技した。この新しい競技場はスポーツイベントのために約7000人のファンを収容し推定78ミリオンドルの費用がかかった。ジム・ベイカーは同日にアスレチックディレクターとして就任した。2012年7月1日、テキサス大学アーリントン校は、ウェスタンアスレチックコンファレンスのメンバーとなった。WAC でのシングルシーズンの後、マーベリックスは、2013年7月1日に、サンベルトコンファレンスに参加した。このコンファレンス間の転換は、大学のコンファレンスメンバーシップの継続的な、再編成の後に行われる。テキサス大学アーリントン校は、野球、バスケットボール、テニス、ゴルフ、ソフトボール、陸上競技、女子バレーボールを含む15の NCAA ディビジョンやイベントに対して、チーム、または競技者を構成して、競技に参加している。バレーボールは、1989年の NCAA バレーボールファイナル4に進出することで、大学史上最大のチーム成功を収めた。女子バスケットボールチームは2005年と2007年の NCAA トーナメントで競技した。男子バスケットボールチームは2008年に NCAA トーナメントに初出場し、第1ラウンドで第1シードのメンフィスに敗れた。メンフィスはその後に2007-2008のシーズンにおいて、すべての勝利を得ることはできなかった。男子バスケットボールチームは、2016-2017のシーズン中に、3回目のナショナルインビテーショントーナメントの出場権を獲得し、準々決勝に進んだ。準々決勝には、ビュでの勝利と、大勢の観衆の前でのカレッジパークセンターでの2つのホームゲームが含まれていた。2011年から2012年にかけて、男子チームは、ナショナルインビテーショントーナメントに進出し、開幕戦の非常に競争の激しい試合で、ホームコートのワシントンハスキーズに敗れた。テキサス大学アーリントン校は、1985年のシーズン後に中止されるまで、マーベリックスタジアムでプレーする、テキサスアーリントンマーベリックフットボールチームを擁立した。当時の学生数は 23,100 人だったのに、対して、5,600 人という少ない平均参加者数であり、大学の管理者は約$1の大きな経済的損失を指摘しました。このプログラムは大学の補助的な企業収入によって賄われていたが、他の14のスポーツはサッカーのチームが総運動予算の半分を占めていたため、資金が不足していた。サッカーのチームの再開について、定期的に話し合いが行われていたが、大学制度上の優先事項としては、注目を集めてはいなかった。テキサス大学アーリントン校の小規模な男女共学のチアリーダーチームは、競争が激しいディビジョンIにおいて、長年にわたり高いレベルを維持した。テキサス大学アーリントン校のチームは、2010年、2014年、2015年、2016年、2017年、及び2018年に全国チアリーダー協会大学全国チャンピオンに輝いてる。カレッジパークセンターのスピリットホースセントラルテキサスのピア関係であるテキサス州立ボブキャッツ校は1987年に遡る主要な競技におけるライバルであり、3つの異なる競技に同時に参加してる。2016から2017年のシーズンの終わりの時点で、テキサス大学アーリントン校は、男子バスケットボール、バレーボール、ソフトボール、サッカーの全シリーズをリードした。テキサス州立ボブキャッツ校は、女子バスケットボールと野球でリードした。テキサス大学アーリントン校はまた、ノーステキサス大学ミーングリーン校と、公的な競技外においても、比較的激しいのライバル感を維持している。これら2つの大学間の定期的なスポーツイベントは、それぞれのチームにとって、最も参加者の多いイベントの一つである。最も長く続いている、スポーツイベントは、1925年に始まった、男子バスケットボールである。テキサス大学アーリントン校において、最も期待されている野球のライバルのチームの一つは、特ホーンドフロッグスである。テキサス大学アーリントン校のチームと特ホーンドフロッグスは同じタラント郡に位置し、これらの2つのチームの試合には毎年多くの人々が両方の大学側から観戦している。2013年のアーリントンのグローブライフパークでのこれら2つのチームの対戦における観戦者は合計で4015人であった。クレイグールドボールパークにおいて最も多くの感染者を有した試合のトップ9のうちの5つは、特ホーンドフロッグスが訪問チームとして参加した試合である。2013年において、テキサス大学アーリントン校がサンベルトのメンバーシップに参加して以来、アーカンソー州立、レッドウルブズ、ルイジアナラファイエットラギンケイジャン、ルイジアナモンローオーホークスらが、テキサス大学アーリントン校のライバルとなった。これらのチームは、テキサス大学アーリントン校がサンベルトに所属している間、様々な見解において、サウスランドコンファレンスのメンバーであった。ありがとうございます。